あの子は今日も部屋から一歩も出てきません。相変わらず空想の友達の話をしています。私がそんな子はいないのよって説明すると、見たこともないような恐ろしい形相で、あの子のあんな顔見たこともない。先生、明るくて元気で、お母さん、ほがらかだったあの子はどこへ行ったのでしょう。落ち着いて、お母さん、正念場ですよ。ここは気を強く持って。娘さんはもっと辛いのです。今我々が見放してしまったら、彼女を守ってあげられる人はいなくなる。私も可能な限りバックアップします。一緒に元気なナオミちゃんを取り戻しましょう。はい、ありがとうございます。少し心が落ち着きました。では様子を見てきます。ええ、気をつけて。あまり刺激を与えないように。ナオミ？ナオミ？もう寝ちゃった？お母さんだよ。開けるよ。ナオミ、またそこにいるの？立ちっぱなしじゃ足痛いでしょ。ベッドに座ったら？お母さんね、今日いいことがあったの。お買い物に行ったらね、ペットショップにすっごくかわいい子猫がいて、ほら、前にナオミが飼いたがってたでしょ、茶色い毛並みのスコティッシュちゃん。その子がずっとこっちを見てるの。お母さん、ケージから離れられなくてね、ナオミにも会わせたいなってね。明日一緒に出かけない？学校は休んでもいいって先生が許してくれたよ。サボっちゃってお買い物行こうよ。いや、かな。ねえナオミ、どうしてそこにいるの？そこに誰かいるの？聖子。ナオミ、あのね、冷静に聞いてね。お母さんも知りたいんだ、あなたの友達のこと。あなたのクラスの聖子ちゃんっていつからいるの？ずっと。あなたのクラスって？2年9組。うん、そうだよね。みんなとっても仲のいい素敵なクラスだって聞いてるよ。だけど、どの子に聞いてもね。出てって。どうせ信じてくれないくせに、出てってよ！出てって！信じてないのに信じてるふりをして、私のことはおかしいと思ってるでしょ！ナオミ、手を痛めるよ！やめて！そんな子はいないよ。気をしっかり持って。気は確かよ。おかしいのはみんなよ。落ち着きなさい。うるさいな。みんなどうかしてるんだ。私が正しいんだ。ナオミ。ナオミ、お願い、落ち着いて。飲みなさい！飲むの！やだやだ！
あゆみちゃん、今日も学校で楽しく過ごせているでしょうか。今日も精霊たちが騒いでいる。私やあゆみちゃんが小さい頃から感じていた嫌な予感が、この数日でより大きくなった気がします。とても、とても近いところに、あれ、まさか。ですよね。気のせいとは思いますが、あの子に話しておかなきゃいけないかも。ですね。悪いことが起きなければよいのですが。カバンを投げ出して、ベッドに寝転び、天井を見上げる。見慣れた照明、見慣れた天井の模様、部屋の隅っこにある見慣れたシミ。あれは、私が5つの誕生日の時、開ける前の缶を振りまくって、炭酸ジュースをお父さんが天井にまでかけた時のシミ。これだけ見慣れた光景を眺めているんだから、当たり前だとは思うんだけど、時々感じる、不思議な既視感。今の瞬間、この出来事って前にもあったんじゃないかって。それはデジャブって言って、心に新たな可能性が生まれている証拠なんだって。おめでとう、中島さん。もう一人の人格が誕生しつつあるわよ。委員長がさらっと怖いこと言ってたけど、そういえば最近、自分のことを客観的に見つめている自分がよくいる。こういうのって、考え出すと止まらなくなって頭痛くなるから、いつもはすぐやめるんだけど。それが、今日に限っては本当にリアルに、いつも以上に大きくなって、私の周りを包んでるんだ。ナオミさんの家はどこに行ってもナオミさんのスメルがするわ。
何ここ、天国。なんだろう聖子、前にもこれあった気がするの。何が？聖子を家に泊めたこと。なんか次の日服を買いに行こうって話をしたような気がね。ご冗談を。私がついにナオミを攻略してこのサンクチュアリへの潜入に成功したのは今日が初めてなのですよ。だよね。うん、気のせいか。いやーん、ついにフラグが立ったんですよ、私とナオミさんの。うん、楽しもう。フラグって何？おいおい、わかりますよ。そう、今日は私の家で聖子とお泊まり会をすることになってたの。語源が終わったら速攻学校を出て、お菓子とジュースを二人でたっぷり買い込んできた。聖子とは長い付き合いになるけど、お互いの家に泊まったりしたことはなかったから、私もちょっとテンションが上がってる。あ、そうだナオミ、一応うちに連絡入れていい？今日のことは伝えてあるけど、学校から直行してきたからね。うん、いいよ。家電使う？あ、大丈夫、携帯で。ありがとう。電話入れとかないと優が寂しがると思うのよね。わかった。じゃあ喋ってて。ちょっと私もトイレ行ってくる。コール中の携帯を片手に V サインを送る聖子を残して部屋を出る。なんだかほんと新鮮。私の部屋に友達がいること自体が面白い。今晩たっぷり話せるんだもんね。何話そう、何話そう。うんうん、オッケー。よし、ゆう、明日お父さん遅くなるらしいからね。文化祭の片付けとお友達の送別が終わったら帰るから、一緒に準備してお父さんサプライズしようぜ。うん、じゃあみんなによろしくね。ちゃんと暖かくして寝るんだよ。じゃあね。大丈夫だった？うん、ありがとう。これで今日は心置きなくナオミと一緒にいられるよ。楽しそうだね。ナオミこそ。何話そっか。何でも OK だよ。一緒にこうしている時間が幸せなんだもの。なんだろう、なんだか照れくさい。いつも一緒にいるのに、場所が学校から自分の日常の空間に変わっただけで、私は聖子の顔をまじまじ。この子、こんな顔してたっけ。この子、私を友達と思ってくれてるんだ。とか、いろいろ考えて、なんだかよくわからない緊張をしていた。ああ、じゃああれ行こうよ。さっき買ってきたチョコソーダ。おー、行こう行こう。少しチョコレートの色味がかかった、キラキラ透明な液体をコップに注ぐ。弾ける炭酸が、パチパチと心地よい音を立てている。うん、色は綺麗だね。その時は明日学校持ってってみんなに振る舞って遊ぼ。それはいいね。はい、聖子の分。ありがとう。よし、じゃあ同時に飲もう。オッケー。じゃあせーの。おいしい！気がつけば二人ともいつもの調子でずーっと喋ってた。同じことで喜んで、同じことで笑って、同じ時間を共有するのが少しも苦痛じゃない。こんな友達ってきっと一生のうちに何人も出会えないと思う。なんで今日はこんなにこの子が愛しいんだろう。本人に言うと図に乗ってグイグイ来るから言わないけど。聖子とは大人になってからもずっ
っと一緒にいられたらいいなって思った。なんだろう、修学旅行みたいなテンションのせい？お母さん、ご飯超美味しいです。はい、ナオミ、はーん。え？あ、あありがとう。あなたたち、本当に仲がいいのね。いつもナオミから話を聞いていて、どんな子だろうって、一度会ってみたかったのよ、篠原さん。ナオミさん、私の話をしてくれてるんですか？ええ、食事時とか、あなたの話ばっかりよ。今日はこんなことして遊んだとか、あんなところに一緒に行ったとか。ご家族公認ということですね。嬉しい、テレテリ。セイコ？あと、そうそう、持田さとしくんのお話とか、楽しそうに話すのよ。きっとこの子、お母さん、やめて、ね。あら、ごめんなさい。知ってます、愛しの持田くんのこと。ナオミさんってこう見えて奥手でしてね。セイコ、ストップ、ストップ。あなた、情報通ね。ね、今度私とデートしない？おいしいものごちそうしてあげるから、学校でのナオミのこと聞かせて。喜んで、お母様。ちょっとさてさて、お腹いっぱいになったかな。じゃあ、お湯張ってあるからお風呂入りなさい。女の子同士なら一緒に入るでしょ。フラグ回収、ここで決める私。え、なになに、一緒ってどういうこと？フラグって何？さっさっさ、お母さんお風呂お借りします。はい、よく温まるのよ。セーラーの襟を引っ張られて脱衣所に連れ込まれた。やっぱり恥ずかしいから別々に入ろうと提案したんだけど、抵抗も虚しく、聖子は私の服を脱がす仕事に取り掛かった。慣れた手つきで、スルスルと衣服を剥いでゆく様を見て確信する。この子はプロだ。人の服を脱がすプロ。訓練されている。うわ、熱い。おつ！ナオミさんの家のお湯は熱めなのですな。お母さんが入れたお風呂はいつも設定温度が高い。半身浴は温度が…もう…拍手！あれ、体冷えてる？いけませんな。もちょう！だ、風邪ひかないでね。服脱ぐの時間かけすぎだよ、ナオミったら。そんなに恥ずかしがらないの。ほら、こっち向いて。洗面器に汲んだお湯で自分も体を清めながら、聖子がドヤ顔をする。よく言うよ、私の意思お構いなしにあんなに手際よく服剥いどいて。毎日弟たちをお風呂に入れてるからね。ああ、なるほどね。さ、恥ずかしがらないで友情を深めましょうや。はいはい、もう吹っ切れました。じゃあ、背中流してあげるよ。ほら、座って。うっほっ、お願いします。買ったばかりのシルクタオルにボディーソープをたっぷりつけて、血色のいい聖子の体を洗い始める。スタイルいいなあ、この子。新品なんだよ、これ。喜ぶといいよ。気持ちいいでしょ。それに呼応して、獣のような変な声がお風呂場に響き始める。変な声出さないの。もっとそこ。
か？かゆかったのね。はいはい、じっとして。聖子の体がみるみる泡に包まれていく。でも、こするたびにビクン。あれ？聖子ってくすぐったがりだったっけ？バレたか。私超弱いんだよね、触られるの。よし、徹底的に洗おう。聞こえないよ。ほらほら。スイッチの入った私は聖子の背中をこれでもかとこすった。今日の語源のホームルームは文化祭の準備だったから、埃とかで汚れた体をきれいにしてあげないとね。くねくね動くな。待て待て。いや、聖子スレンダーだよね。肩甲骨すごいよ。そう？自分じゃ見えないからよくわかんないや。あ、私はね、ナオミの鎖骨好きなの。なに？そのおじさんっぽいの。美しい。大きい。はいはい、じとっと違うとこ見ない。舐めるように私の胸を見ている聖子を眺めて、私はふと違和感を覚えた。なんだろう、首に何かあざのようなものがある。聖子？それどうしたの？首、ひっかいた？え？なんかある？なんか、うっすらだけど赤くなってるよ。覚えがないな。聖子の首に薄く浮かんでいたあざは、指で描いたというよりは布でこすったような感じだった。聖子ったら、おしるこ屋のたすきをずっと今日首にかけてたもんね。ああ、白い肌が台無しじゃん。早く治るといいね。ナオミ。ん？か。ん？何が？ん？そんなことより知り。チェイサー！うわ、ちょっと聖子、荒ぶりすぎだよ。辛抱たまんらん。もう一つ布団あったのに。これでいいの。シングルベッドに無理やり二人で入り込む。暖かいけど寝返りを打ったら落っこちそうだ。私が床に布団で寝るよと言ったんだけど、聖子は堅くなにそれを拒んだの。聖子が狭くないならいいんだけどさ。暖かくて素敵。このままナオミとチューできたら死んでもいい。口を数字の3みたいにして目を潤ませて、こっちを見ながら、何を言ってるんだろう、この子は。じゃあしない方がいいよね。聖子いなくなったら嫌だもん。しまった。あ、なんだろう、超楽しい。正直、自分でも気づいてる。多分、聖子のセクハラと、それを笑ってスルーしている私を旗から見たら、仲良しを超えた二人に見えるだろうなって。だけど、私はもちろん聖子だって、全然恋愛的なそういうのじゃなくって、本当に大好きな友達として。私たち二人の距離感って、これが普通なんだよね。だから、時々される誤解を解くのが大変だったりもするんだけれど。それはそれで面白いから、私もちょっと楽しんでいたりもするんだ。私ね、友達泊めたの初めてな。私もお泊まり帰って初めて。一人でベッドで寝るよりも全然いいね。あれ、大丈夫？さっきのお風呂場のビンタ強すぎたかな。腰の入ったいいパンチだったぜ。
平気だけど。聖子がほっぺたをさすりながら、いい笑顔をする。ごめんね。ねえねえ、今度さ、聖子ん家に私も泊まりに行っていい？ああ、来て来て。弟たち紹介する。絶対来て。ありがとう。窓の外から差し込む月明かりが、部屋の中を幻想的に照らしている。私は今、どこにいるんだっけ？夢？いや、現実だよ。聖子の体温を感じるもの。でも実は、本当の自分は全然違うところにいて、ずっと経験しているこの現実が、そこで見ている夢だったりしたら、眠くなると、ろくなこと考えない。はぁ、あ。じゃあ明日大変だし、寝よっか。だね。文化祭だもんね。前日にお泊まり会とかチャレンジャーだよね、私ら。寝坊しないでよ。布団ひっぺがして、冷蔵庫の保冷剤お腹に乗せちゃうからね。大丈夫だよん。私の朝の早さはおばあちゃん並みなんだから。よーし、行ったね。じゃ、おやすみ。おやすみ。おはよう。聖子も疲れてるのかな。気持ちよさそうな寝息を聞いていたら、私もどんどん眠くなる。この子、びっくりするほど体温高い。昨日の夜は寒かったけど、これはいいや。湯たんぽだ。うん。あったかーい。だね。あ、起きてたの？ナオミの声はいつだって、熟睡してたって聞こえるの、あたし。教室でもそうでしょ？もう超能力の域ね。てか、授業中寝ちゃダメだよ。ねえねえ。ん？将来結婚してもさ、変わらず私と一緒にいてくれる？もちろんだよ。急だね、また。本当に？本当に。当たり前じゃない。私と聖子は何があっても友達。ありがとう。何？急に。もう。聖子がバサッと布団をかぶる。何この萌えキャラ。友達以上の感情が芽生えたらどうしてくれるのか。ナオミ？ん？ずっと一緒にいようね。うん。おやすみ。おやすみ。聖子も、私と同じことを考えてたんだ。嬉しい反面、なんだか、また照れくさいような、変な気持ちになった。聖子は、やっぱりすぐに寝息を立て始める。こっちを向いて、丸くなってる。目の前で寝ている聖子の頭をじっと見ていると、不意に手が動いて、そのまま撫でてみたくなった。おかしい。寝入りかけのテンションのせいかな。不思議なほど自然に。私は、そっと聖子の後頭部に手を回してみた。そのまま、お母さんが子供にやるように、ゆっくりと頭に沿って手を動かしてみる。うん。いい頭の形。丸いな。私はよくわからないことを考えながら、聖子の頭を撫でていた。聖子が私の胸に顔をうずめてしがみついてくる。あれ？寝ぼけてる？なんか変な絵だけど、今晩だけ、いいや。よしよし。いい子いい子。今日夕方から雨降るみたいよ。二人とも、傘持っていきなさい。はーい。あ、お
借りします。ありがとうございます。よし、元気に行っておいで。篠原さん、デートの約束考えといてね。はい、お母様。誰がお母様？びっくりするほど早起きな聖子に布団を剥ぎ取られて、私はくしゃみをして目を覚ました。髪を溶かして制服を着ると、お母さんが作ってくれた朝ごはんを頬張って、私たち二人は家を飛び出した。急がないと準備に遅刻しちゃう。今年もすごいね。うん、あ、そうだ、私準備室からお椀運んでくるから、聖子先に教室行っといて。了解。あ、カバン持ってっとくよ、貸して。ありがとう。文化祭、キサラギ祭当日。結構歴史のあるこの学校で、今日は中等部から高等部までみんな30分後の開催に向けて出し物の準備で忙しそう。ちょ、後で時間があったらいろんなクラス回りたいな、なんて思いながら、家庭科準備室に洗って伏せておいたお椀を抱えて、私は自分のクラス 2-9 へ向かった。いつもの階段を上り、2階の奥にある教室へ向かう。今日私たちのクラスではおしるこ屋をやることになっていた。教室に近づくと、廊下にまでもう甘い香りが漂ってる。朝ごはんいっぱい食べてきたのに、もう食欲が顔を出す。やっぱり甘いものは別腹だよね。おはよう、みんな。おしるこ屋のお椀ってこれぐらいで足りる？おはよう。おはよう。うん、それぐらいあれば大丈夫。よお。おはよう、岸沼。サトシも。なんだかサトシが変だった。キョトンとしてこっち見てる。気になったけど、私はまず両手に抱えたお椀を置こうと教室の奥に入っていった。足元が見えない、うん、怖いな。落とさないように。いやー、ナオミ、おはよう。うわー、ちょっと聖子、お尻触んないで。 おはようじゃないでしょ。うふん、手のふさがったナオミさんを見て、私が放っておくとでも思いか。あ、いや、こら。ああ、ダメだよ。食器は清潔にしておかないと。仕方ないな。もういっぺん洗いに行こう。手伝うわ。ごめんね。そうして始まった文化祭。私たちのおしるこ屋では、鈴本さんの用意してくれた可愛い衣装を着て接客したの。彼女は演劇部で、いつも舞台の衣装デザインを担当していて、それだけじゃなく実際に縫製までしちゃうから、こういう服作るのも慣れたもので、とっても出来がよくって、この衣装が超可愛いと評判になり、中等部から高等部まで全校の生徒が押しかけてくれて、うちのクラスは大にぎわい。私たちもサボる岸沼を追い回したり、休憩の時間にはいろんなクラスの出し物を見て回ったりして、みんな楽しい一日を過ごしたんだ。結局私たちのおしるこ屋は校内人気第1位を獲得して大成功に終わったの。時計の針は6時を回っていた。楽しかった文化祭も終わり、みんなで雑談しながら、この後片付けをしようねって言っていたんだけど、気がついたら残ったのはサトシと委員長、
聖子、森重、岸沼、鈴本さんと私を入れて7人のみ。他の子たちはみんな帰っちゃったみたい。結局後から来てくれた副担の宍戸先生とお兄ちゃんを迎えに来たサトシの妹のゆかちゃんを巻き込んで9人で片付けをすることになった。おー、片付いた。みんなお疲れ様、頑張ったね。くっそー、バックレて帰りやがった連中、ただじゃおかねえ。ふーん、私の委員長としての求心力もまだまだということね。岸沼でさえ残ってるのにね。うるせえ。鈴本さん、あなたと過ごせたこの数ヶ月、本当に楽しかったわ。元気いっぱいのあなたに何度救われたかしら。みんなあなたのことが大好きだし、尊敬していたと思うの。口には出さないけど、みんなちゃんと見てたんだよ、あなたの人間性をね。周りを気遣って、みんなを立てて、陰では一生懸命努力してた。先生。意識もせずにそれが実行できるのは、本当にすごいことなんだよ。あなたの副担任でいられたこと、私誇りに思う。向こうへ行っても、元気でね。はい。そう。文化祭後の連休を挟んで、鈴本さんは転校してしまうんだ。今日が実質最後の登校日だったの。みんな鈴本さんのことは大好きだった。本当に裏表のない優しい子で、これから毎日会えなくなるんだって思うと、寂しくてたまらなかった。時間も遅くなり、いよいよお別れっていう時に、階段好きの委員長が、幸せの幸子さんっていうおまじないを出してきたんだ。彼女は、カバンから紙でできた人型の片代を取り出した。どこかの神社で見たことがある、悪いことを身代わりに受けてくれるという、あれにそっくりだった。ビジュアル的に呪いの儀式みたいで、なんだか怖い。私以外のみんなもぎょっとしてた。ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをするとね、その場にいたみんながずーっと一緒に繋がっていられるっていうおまじない。永遠に友達でいられるんだって。ほう。どうやるの？ダメだ、これはダメだ。みんな、危険だ。これはしちゃダメなんだ。命に関わる。さあ、トシ。命とはまた大げさだな。あれあれ。違う、冗談じゃないんだよ、みんな。怖がりのサトシが必死で嫌がってる。そんなに拒否するほど怖いかな。大丈夫よ、持田くん。これはいつもの怖いやつじゃないから。お前がそんなに意地張るのも珍しいな。怖がるサトシをよそに、みんなのおまじないは進行していく。彼一人目に涙を浮かべてそれを見ている。なんだかかわいそうになってきた。でも鈴本さんのためのおまじないだし、やってあげたいし。どうしたんだろう、サトシ。頼む、やめてくれ。これはやっちゃいけないことなんだよ。どうして分かってくれないんだ。あれ、これ本気の時のサトシだ。
サトシ、何？何が言いたいの？同じ日が繰り返されている。俺にはわかるんだ。この先大変なことが起こる。もう終わるから、いい子で待ってて、持ちたく。繰り返してる？委員長が言ってた騎士官ってやつ？そういえば、なんだろう、この現場、この空間、このおまじないの紙人形をつかみながら、私は自分の記憶を遡っていた。じゃあみんな、引っ張って、ちぎっちゃって。青ざめた顔をして、サトシが紙人形をつかんで参加する。ようやく意地を張るのをやめたね、と微笑むみんなの顔とは反対に、私は、あれ、待って、これ、本当に。行くよ！せーの！パニックになる私の目の前で、開け放たれた保健室の入り口から黒い影が、殺してやる。いやぁ！パニックになる頭の中を整理する。何だったの？今の。何が起こってたの？今。黒い霧みたいなものが、私の全身から、口から、耳から、体の中に入ってきていた。喉の奥に太いものが詰まってて、息ができずに一瞬意識も飛んだ気がする。私は、今、殺されかけたんだ。胸の奥に大事にしまっている命を、まるで冷たい手にわしづかみにされたようで、私の体はすべての器官がひっくり返ったように乱れていた。胃がおかしい、腸がおかしい、足がもつれる。人間はプレッシャーだけでこんなにも体が狂うのか。喉に残る自分の胃液の味と匂いに、私は再び吐きそうになるのを必死でこらえていた。見覚えがある、この場面、この状況。私、絶対覚えがある。ここに来たの、初めてじゃない。幸せの幸子さんを行った私たちは、すごい音がして教室の真ん中に穴が開いたと思ったら、気がつくと古びた廃校舎の中にいた。サトシやシシド先生、委員長たちの姿はなく、私のそばには聖子だけが倒れていたの。聖子と私は二人で励まし合って校舎の探索をしていたんだけど、玄関、そんな中、サトシの妹、ユカちゃんの声が、廊下の奥から聞こえたの。足をくじいて、動きづらい私を、保健室のベッドに休ませたまま、聖子は一人で、ユカちゃんを、そこへ、一人になった私を、狙いすましたかのように、真っ黒い人影のようなものが現れて、襲いかかってきたんだ。怖かった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 。歯が勝手にカチカチと鳴る。唇が別の生き物のようにプ
ブルブルと動く。どうして私を一人にするの？私も一緒にゆかちゃん探しに行くって言ったのに、どうして一人で行っちゃうの？セイコ、足手まといってこと？ナオミ、どうしたの？大丈夫？セイコ、そんなことが。一人にしてごめんね。大丈夫だった？セイコの顔を見たら体の震えが止まった。この子がいると本当に安心する。しがみついて泣きじゃくりたい気持ちになる。素直にそうすればよかった。私のこと置いてって怖かったんだから。ごめんね、ナオミ。一緒に出口探そう。知らないよ。やだ、もう。ほっといてよ。どうせ脱出なんてできないんだ。安心感からか、私の胸の奥からはまるで拗ねた子供のように大粒の涙とともに怒りの感情が溢れ出してきた。この子に当たっても仕方がない。この子は何にも悪くない。分かっているのに、私は言葉を止めることができなかった。心底心配してくれているのに、守ってあげると決めたのに、聖子の顔を見て私の甘え性に、ま、このまま行方不明でお母さんにも迷惑かける、ほんと最悪。ナオミ、大丈夫だよ。そんなこと言わないで。だってそうじゃん。私が帰ってくるまできっとずっと探し続ける。お母さん仕事あるのに足引っ張って邪魔して超親不孝だよ。ここで死ぬ私が見つかるわけがないのに、無駄なことさせて。この時、聖子と話しながら私はさらに別の考えに心を支配され始めていた。この流れはダメ。無駄じゃない。家族ってね、迷惑とか足引っ張るとかそういうものじゃないよ。うまく言えないけど、その人のためなら何だってできるものだと思うの。さっきの既視感が戻ってきて、どんどん確信に変わっていく。そう、私はこの先の運命を知っていた。このまま進んじゃう。だけどそうだよね。心配はかけるべきじゃない。夏美お母さん優しい人だし。だからそうならないように。ナオミ、大丈夫だよ。絶対に帰ろう。あんたの家はどうだか知らないけど、普通はそんなおめでたい考え方できないよ。このままだと聖子が首を吊って死んじゃう。やだ！ナオミにこんなこと言われるの！嘘だよ！こんな…セイコ！このままじゃいけない。セイコをここで一人にしちゃいけない。私はとっさに謝ろうとした。でも聖子、謝ろうとした途端、喉に何かが絡まって息ができないほどむせ込んだ私はその場にしゃがみ込んでしまった。ナオミ、大丈夫？
私を魚でしちゃってるのなら悲しいけど。聖子待って待ってよ。走っていく聖子の後ろ姿が小さく暗く消えていく。聖子に向けた私の意識をある違和感が強制的に引き戻す。口の中に異物感、何か入ってる。私は慌てて口の中に指を突っ込んだ。ズルズルズルっと私の喉の奥から絡まった長い髪の毛がたくさん出てきた。真っ黒な髪の毛は引っ張っても引っ張っても出てきた。胃の中から食道を通って私の手のひらまで途切れなく扁桃腺が刺激されてまた戻してしまいそうになる。何よこの髪の毛、これが今喉に絡みついた。おぼろげだった未来の記憶は確信に変わっていた。何か理由があって私は同じ現実を繰り返しているんだ。謝ることも許さないってこと。何かの力が働いてる。何かがまたこの世界でも聖子を殺そうとしている。ダメだよ、そんなことさせない。絶対させないから。とにかく追いかけなきゃ。謝ろう、あの子を一人にしちゃダメ。私は聖子の走っていった方へ廊下を立っていることもできないぐらいの激しい地震が起こって、私はその場にしゃがみ込んでしまった。校舎全体が揺れる暴力的なまでの恐ろしい爆音。そこら中でガラスが割れたり天井が崩れ落ちたりしている。怖い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 。こんなところにこのまましゃがんでいたら死んじゃうかもしれない。天井が落ちた。他に穴が開いて、どんな死に方するの。体が潰れるの。どんな痛みなの。どれぐらい続くの。いろんな想像が頭の中を駆け巡るけど、体が少しも動かない。危機に直面した時の自分の無力さ。何でもいいから早く終わって。体を小さく丸く硬直させたまま、私はただ祈ることしかできなかった。どれくらい経っただろうか。一瞬にも数分にも数時間にも思えるほどの恐ろしい時間が過ぎて、校舎はようやく静寂を取り戻した。体中をこわばらせながらゆっくりと体を起こすと、頭の上からほこりや木くずがパラパラと落ちた。服の中にも砂みたいな細かい粒子がいっぱい入ってて、じゃりじゃり言う。気持ち悪い。服をつまんでバサバサと払い、スカートをはたいて立ち上がってみた。ほこりが舞い白く煙る廊下を見渡すと、そこには絶望的な状況が私の前に横たわっていた。今の地震で床が抜けて向こう側へ、聖子の方へ進むことができなくなっていたのだ。もう少し向こうにしゃがんでいたら
床の亀裂に飲み込まれて、私は無事に住んではいなかった。穴の縁に膝をつけて、穴の底を覗き込む。暗くてよく見えないけど、この校舎、意外と階ごとの天井が高い。さらに下の階の、ちょうどここから真下の床にも穴が開いたみたいだ。ここから落ちたら、どこまで落ちていくんだろう。身震いしながら、私は腰を上げた。どうしよう。どこか別のところから回り込めるかな。急がないと。急がないと、聖子が自殺してしまう。まだ今度こそ、そんなこと絶対させない。そんな運命、変えてやる。ここは、さっき私が襲われた場所。できれば早く出たい。体中を怪我されたようなあの感覚は、二度と経験したくないもの。写真がボロボロに傷んだ白黒の写真は、撮影された年代の古さを物語っていた。若い男性が一人写っている。まるでお見合い写真のよう。誰だろう。この机の持ち主かな。それか家族の写真。叩きつけられて飛び散った人の内臓のようなものがこびりついている。ものすごい匂い。さっき聖子が言っていたけれど、本当に生臭い。臓器特有の匂いって有無を言わさず
吐き気を催させる刺激がある。また吐き気がしてきた。暗な廊下を歩いていると全身鳥肌が立つような感覚に包まれていく。まるで一歩ごとに不安という霧が体に絡みついてくる感覚。それがどんどん重なっていつかは完全に闇に飲み込まれて消えてなくなりそうな不安。正気をいつまで保っていられるのかわからない焦り。怖いという感覚は粘着質だ。拭っても拭っても、ぬるぬるとこびりついて取れない。歩きながら聖子の名前を呼ぶことで、感覚をシャットダウンして、私はかろうじて自我を保っていたように思える。聖子！どこ？私、どうかしてた！謝りたいの！通路の先の真っ暗闇に、光る筋が一瞬見えた気がする。斜めに、縦に、複数。なんだろう。恐る恐る近づいてみると、確かに光る線がある。私はそっとその線に指を触れてみた。いた！刺激に驚いて離した指を見てみると、裂けた指の傷口にプツプツと赤い水玉が並んでいた。血の玉はみるみる大きくなり、やがてつながって大きな血の雫になった。指を伝って手首の方に流れ出る。ピアノ線、ううん、ファイヤー。少し撫でただけでこんなに深く皮膚が切れるなんて。何これ、研いであるの？痛い。こんなのが張り巡らされた廊下、気づかずに通ったら大変なことになる。幽霊とかじゃなくて、人為的な罠。誰がこんなこと。私は何者かの悪意を感じて身震いした。まさか今この瞬間もここ、私が罠に引っかかって死んだり、ひどい目に遭えばよかったのにって。誰かが誰か見てるの？ねえ！自制が効かずに口をついて言葉が出た。怖い、ひどい、許せない。やだよ、やめて。怖いから、ひどいことしないでよ。
いろんな感情がぐるぐる回って、私は無意識に涙を流していた。切断線が張り巡らされたこの通路は、このままじゃ進むことができない。何か、この線を切れるような道具とか、とにかく罠を解除しないと。私は、来た道を引き返すことにした。黒板に文字が書いてある。お前の友達は裏切り者、殺される、逃げろ。地獄の効果で浄化される、死後の世界にて裁き。何これ、さっき聖子と来た時はこんなの書いてなかったよ。誰かが書いたとしか思えない。私たちの中を裂くために。人だか霊だかわかんないけど、ひどい。頭がおかしくなりそうになる。誰かいるの？嫌がらせはやめて！何なのよ！もう！見えない存在に怒りをぶつける。私も危険な精神状態かもしれない。両目から勝手に流れ出る涙も拭かずに、その部屋を後にした。その部屋に入った時、私はまず違和感を感じた。耳が痛くなるほどに、しんとした教室。何の音も聞こえない。ここだけ、なんだか空気が違う。子供の描いた元気な絵。クレヨンで描かれているみたい。口を大きく開けて、スイカを食べているのかな。
だろう、あの光。電気も消えて暗闇になっている通路奥の教室の中で、小さな丸い光がついたり消えたりを繰り返している。私がじっとその光を見つめると光り、目を離すと消える。ような誰かがこっちを見て反応してるのかもしれない。誰かいるの？返事はない。だんだん気味が悪くなってきた。無言でじっと見つめられているような気持ちが膨らんでくる。懐中電灯、スイッチ入りっぱなしになってる。さっきの明滅は何だったのだろう。近づくと止まったのが余計に不気味さを煽る。きっと電池があまり残っていなくてチカチカしていたんだ。私は自分にそう説明して、そっと目の前の懐中電灯を手にした。特に変わった様子はない、普通の懐中電灯。でも本当に電池はあまり残ってなさそうだ。残量に気をつけて使わなきゃ。なるべく消しておこう。部屋の中央に切断線が走っていた。でもここにはただ一本のみ貼られているだけ。くぐれば奥に進めるみたい。何これ。教室の隅にレバーのついた古い糸巻きのような大小の輪がついていて、そこからピンと張られた透明な線が教室の天井の隅に張られているように見える。これがもしかして外の罠の装置？大きなレバー、動くかな？古びたレバーは錆びついていて簡単に動いてくれない。少しガチャガチャ遊びがあるからきっと動く構造だとは思うんだけれど、動いた。あれ、なくなってる。さっきここに光る線あったよね。
床板が伸びたけど、消えていた光る線が元にも触れないように気をつけないと。ここにもまた階段出口に切断線だなんて、ひどい。
この装置はレバーを左右に入れるごとに光る線か穴の床板かどちらかが設置されるんだ。なんて意地悪な。3年 A 組の中島さん、3年 A 組の中島さん、大至急クラスへ戻ってください。私は如月学園の2年ゆくみだよ。やめてよ、私じゃないよ。黒板に文字が書いてある。お前らの中を裂いてやる。篠崎の家だ。怒った私は黒板を殺す。逃げないと手が折れる。成功！返せ！中島さん、3年 A 組の中島さん、大至急クラスへ戻ってください。うるさい、うるさい、うるさい。いらっしゃいませ。え？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何かの力に体を絡め取られて無理やり教室の中に引きずり込まれた。真っ暗で何も見えない。よく来たね。さあ、検査を始めるよ。上着を脱いでください。いい子だ。さあ、ベッドに寝て。
その教室に入るとき、違和感を感じた私。耳痛くて、教室、音聞こえてるけど何？聞こえる？え、気がする。ザクロだ。蛍光塗料で上から落書きされているのか。気持ち悪いな。いくら歩いても、聖子の駆け出していった方へ回り込む道は見つからない。いろんなものが私をいじめるし、もうやだ。気がつくと、私は校舎の3階にいた。だんだん自分すら信じられなくなってくる。先に待つ運命とか、私が勝手にそう思い込んでいるだけで、何の確証だってない。今までだって、騎士官については小さな頃からずっとあったし、記憶の引き出しに詰まっている似たようなシチュエーションを、神経が勝手に繋いで、そう思い込んでいるだけという説も聞いた。もうやだ。何かに頭を支配されたように、理性を失った私は、その場に泣き崩れてしまった。あの音は？壁を蹴るような大きな音に、引っ張られるように私は腰を上げた。同時に、このシチュエーションの記憶の引き出しがゆっくりと開き始める。
やだ。トイレの中から聞こえてくるこの乱暴な音。そうだ、あの時も。しんと張り詰めた空気の女子トイレの中、人の気配は全くしないけれど、奥から三つ目の扉が今閉じたように見えた。私の心臓が跳ね回る。緊張して血が逆流しているような感覚になる。この扉の向こうに、聖子、どこなの？会いたいよ。ロープを見て真っ暗な気持ちになる。やっぱり死の運命はすぐ目の前で口を開けて待っているんだ。このまま、もし会えなかったら。背後でまた壁を蹴るような音がして、驚いて振り返る。誰もいない個室なのに、何の音だろう。あ、壁？ここの壁に空気が流れ込んでる。手を軽く握った甲の方で壁のあたりをノックしてみる。あ、ここ壁の後ろに空間がある。よく見ると周りの壁板が少し浮いている。私は考えるより先に奥に空間のありそうなその壁をギュッと押していた。壁の一部がドアのように奥に向かって開く。壁だとばかり思っていたから、まさか奥に空間があるとは思いもしなかった。真っ暗。畳を縦に二枚並べたくらいの細長い空間がそこにはあった。行き止まりの床には人が入れるくらいの穴が開いていて、下の階に降りられるはしごがかかっている。下の階が見えない。ここを降りていくと2階や1階を越えて地下にまで到達してしまいそうだ。気圧か風のせいなのか、隠し扉が勝手に閉まっていた。さっきからの音はこれだったのか。この穴、場所が場所だけにものすごい臭気が立ち込めている。この下に降りてもきっと想像を絶する場所に出るだけのような気もする。汚物が溜まっている部屋に着くんじゃないのかな。自分に問いかけると戻りたくなって足が止まる。でももう二度と来たくないし、それなら今確認してしまおうと考えを二転三転させながら、私はなるべく空気を吸わないように息を止めてはしごを降りた。はしご濡れてるな。靴が滑りやす。いっやだ。よかった、汚物層じゃなくて。そこは泥の壁と土の床に囲まれた洞窟のような小部屋だった。降りてきた穴から薄暗い光が少しだけ照らしてくれているけれど、ほとんど真っ暗に近い。調べる意味あるかな、この部屋。何もなさそう。辺りを見回そうと立ち上がろうとしたけれど、
何？足首がすごい熱を持って腫れていた。聖子に手当てをしてもらった捻挫した方の足首で着地してしまい、また痛めてしまったのだ。嘘、冗談じゃないよ。大丈夫な方の足で立ち上がり、捻挫した方の足をそっとつく。歩こうとして体重をかけると、呆然とした。歩けない。こんな真っ暗な場所で、誰にも気づいてもらえないところで、はしごももう使えない。足のしびれがだんだん溶けて、じんじんと重い痛みが足首を覆い始めた。やだ、やだよ。出る、出るんだから。壁に体を預けながら、捻挫した方の足を浮かせて、もう一度片足で立ち上がる。はしごに両手をかけて上がろうとするけれど、最初の一歩が上がらない。意を決して片足立ちのままジャンプする。濡れたはしごの一段目に足をかけようとしたんだけれど、全身の血の気が引いていく。これ本当に無理だ。冗談じゃない。私は必死になって何度もはしごを上がろうと、もがいては落ち、無様に地面に転がり続けた。何度繰り返したかわからない。周囲の壁から出られる場所がないかも探した。でも、その希望のことごとくは、自然に、目に涙がたまる。ごめん、聖子。あなたを、助けに行けない。目の前に、人の気配がした。お友達のところに行きたければ、負けないで、自分に。よくここまで来たね。頑張ったね。目の前に小さな女の子が立っていた。優しい声でゆっくり近づいてきて、ぎゅっと私の頭を抱えるように抱きしめてくれた。よしよし、大丈夫。会わせてあげるよ。言うことを聞く？もう、幽霊でも何でもいい。誰か、聖子を。いい子、いい子。いい子、いい子。大丈夫。辛い記憶は、その方が面白いから。あなたがいないと頑張る。
私とずっと一緒にいて。ナオミ、だけど私と一緒にいない、イライラさせちゃわない、ナオミの気持ち逆なでしちゃって辛い思いさせない。あんなの嘘だよ。意地張って全て甘えちゃっただけ。聖子が抱っこの腕で近寄ってくる。私は駆け寄って一も二もなく抱きしめた。温かい生きている聖子を、柔らかいいい香りの聖子を。もう話さないから。私ももう。あっちにね、畳の敷いてある部屋があるんだ。ちょっと休憩できそうだよ。うん、じゃあそこで少し休もうか。用務員室、あ、さっきここ扉が開かなかったとこだよね。そうだっけ。なんかね、さっき私気絶してたのかな。気がついたらこの中に寝かされていたの。なんだろう、幽霊か何かが助けてくれてるのかな。え、やめてよ。幽霊と言ったって優しい幽霊もいるってさっき言ってたじゃん、人玉が。聖子は余裕で扉を開いて用務員室の中に入っていく。ここに飛ばされてきた当初、人玉を見て怯えきっていたことは思えない。なんか聖子、さっきまでよりも強くなってない？気持ちいい。ん？ふふふ。ナオミがいてくれるもの、なんか怖いものなんかないって感じ。もう、気をつけてよ。用務員室の中は、明かりはつかなかったけど、常に校舎のきしみが反響して、嫌な音を立て続けている外の通路よりは落ち着けた。私たちは畳に腰を下ろすと、しばらく無言で並んで座っていた。なんだか何を話せばいいのかわからなかったんだ。無事でよかったよ、聖子。ナオミも。足首どう？まだ辛い？さっきすごく痛くなったような気がするんだけど、今全然平気だよ。よかった。聖子、おまじないの切れ端は見つかった？ないの。どっかで落としたのかな。この学校の中じゃ探すの難しいかな。うん、困ったね。じゃあ帰ったらさ、委員長に頼んでもう一回おまじないみんなでやろうよ。うん、そうだね。落ち着くと部屋を出るのが嫌になる。校舎の探索に戻りたくない。私たちはそのまま結構長い時間ここでおしゃべりを続けた。クラスのみんなのこと、文化祭のこと、昨夜のお泊まり会のこと。話しながら私はふと聖子の視線が気になった。だよね、ほんと。聖子、どうしたの？なんでもない。ん？暗くてよく見えないけれど、聖子がなんか変。顔、赤い？ナオミ？ん？勇気出して言うね。あのね。うん。あの。真剣な表情に、なぜかこっちまで緊張する。
何やっぱいいや。何それ気になるじゃん、言ってよ。笑わない？うん、嫌なら笑わない。私、本気なんだ。え？ドキッとした。ここで初めて。私は、どこまで鈍感なのだろう。あ、ここって何が起こるかわからないから、ちゃんと伝えておきたいの。うん。聖子の視線が、また、私の唇に注がれている。あのね、キスして。え？したいの。なんで？好きだから。友達としてでしょ？聖子は黙って首をブンブンと横に振る。頭が真っ白になる。これって告白？男子にもされたことないのに。聖子は耐えきれないって様子でうつむいて黙ってしまった。よく見えないけど、きっと顔を耳まで真っ赤にしてブルブルと震えていたと思う。本気なの？結婚したいくらい。チューもしたい。ハグもしたい。こんなに小さくて震えた聖子の声、初めて聞いた。私は気がつくと理由のわからない涙を流していた。あの聖子、ごめん。私私は一人で用務員室を飛び出してきてしまった。涙の理由は自分でも理解できなかった。怖かったような、嬉しかったような、友達がいなくなったような。落ち着こう。友達だった聖子もいなくなったわけじゃない。恋に関してはどうあれ、ありがとうって言うべきだし。聖子、私がこんな反応じゃ、今、きっと後悔してる。戻って、フォローしてあげよう。突然、すぐ近くで、水のこぼれる音が聞こえてきた。蛇口をゆるくひねったように、勢いはないけれど、でも、止めどなく水が落ち続けて床に弾けている音。どこから聞こえてくるんだろう。辺りを見回した時、私はある違和感を感じた。近い。あまりに近い。え？嘘。私はふと足元を見て、息を呑んだ。私の太ももを伝い、黒い液体が床に溜まっていた。それはまだ止まらず、びちゃびちゃと流れ続けている。やだ、え、何これ、やだ。慌てて指ですくってみた。血ではない、タールのような黒くサラサラした液体のようなもの。よく見るとうっすら光っている。なんでこんなのが私の体から出てるの。
手についた黒い液体をスカートになすりつけ、腰を抜かしたように後ずさりした私は、足がもつれてそのまま床に尻餅をついた。頭を抱えてひたすら叫んだ。もうやだ、やめて。ぎゅっと目をつむった真っ暗な視界に、突然天地がひっくり返ったかのような感覚が重なる。立ちくらみのような、めまいのような、まるで自分の精神が分離して体の重さを客観的に感じるみたいな感覚になる。重い、体が重い、頭が重い。人の頭って5キロとかあるんだっけ。首が折れそう、背骨が痛い。何これ、意識が、目が開かない。全身の血液が頭に上ってきている。どうして。顔中に血管が浮き出て、目も充血してきてるのがわかる。痛い、痛い、痛い。どんどん血が上がってきてる。止まらない。血管が、目が破裂しそう。助けて、誰。気をつけて。あなたがこれから落ちるのは未来と過去の記憶の道。意識の朦朧とした私の耳に女の子の声が聞こえてきた。痛くて重くて目がまともに開けられない。お友達を助けたければ超えるのよ、運命を。何、何を言ってるの。一層頭が重たくなって、耳の後ろでミリって音がした。太い血管が裂けたような音。本当に死ぬんだと諦めかけた途端、ふっと頭痛とめまいが収まった。目の前がぼんやり光っているのを感じる。塞がっていた目は開くかな。私はぎゅっと締めていたまぶたの力をゆっくりと緩めた。あれ、ここは、天神小学校じゃない。いつも見慣れた風景だった。今朝も聖子と一緒に出てきた私の家だ。え、本当に帰ってこれたの。それとも、お母さん、ただいま。おかしいな、なんだか視線が低い。家の中のものすべてが大きく見える。ナオミ、猫もらってきたぞ。あ、お父さん。いつも留守番して偉いな。ほら、可愛がってあげてくれよ。よかったわね、ナオミ。あ、お母さん。この子がいれば、もうお留守番も寂しくないでしょ。お父さんもお母さんも仕事でいつも遅くなってごめんね。あなたがいい子で本当によかったわ。この猫がいれば寂しくないよな。やめて。メイは家の庭を散歩したり戻ってきたり、半分放し飼いの猫だった。テリトリーが狭くて、庭より外にはほとんど出ていかなかったので、ある時私は次の日も帰りが遅いというお母さんたちにぐずって、メイを抱えてちょっとだけ遠くに家出をしたことがあった。嫌い。やめて。姉ちゃんがいるから、パパもママも帰ってきてくれないのかな。姉ちゃんのせい。あらあら、どうしたのナオミ、そんなに泣いちゃって。姉ちゃんとどこ行ってたの。ごめんね、姉ちゃん。別れるの、やだー。ナオミ、ひどいこ
こと言っちゃった。めいちゃん、ごめんなさい。何言ってるの。大丈夫。ずっと一緒にいてくれるよ。めいちゃん、あなたのこと大好きだもの。あなたの気持ちをちゃんと理解できる子だわ。優しい子ね。それからしばらくして、メイはうちから急にいなくなった。私は泣きながら毎日表を探し回ったけど、とうとう帰ってきてくれなかった。残念だね。猫も気まぐれなところがあるからな。違うの。せっかくのお友達だったのにね。私が悪いの。新しいお友達ができるよ。頑張って忘れようね。メイちゃんは優しいから私の前からいなくなったんだ。私があんなこと言わなければよかったんだ。メイちゃん、帰ってきて。メイちゃん。メイちゃん、あなたは変わらないわね。お母さん、お母さん、どこにいるの？いない。ナオミ？あ、セイコ？あ、セイコ、セイコ大丈夫？探してたんだよ。さっきはごめん。何の反応も返ってこなかった。だけど、私には分かった。この子は確かにセイコだ。よく見えないよ。顔、もっと見せて。私は近寄り、床に座っているセイコの体に頭を乗せて、ぎゅっと抱きしめた。部屋が薄暗いせいで、暗がりにいるセイコの顔が見えないんだと思った。でも、なんだろう、この違和感。セイコがピクリとも動かない。それどころか、冷たい。あ！待って、私、どこにいるんだっけ？ここ、いや、天神小学校、聖子の後を追っていたんだっけ？なんだか遠くから、お線香の匂いがしてくる。意識が、起こっている事象が繋がっていない。岸駅、岸駅です。目の前で床に無言で座っているこれは、セイコじゃない。この子、誰？ナオミ。真っ暗闇の中、セイコの形をしていたものが、ゆっくりと近づいてくるのがわかる。いる。すぐ近くにいる。息遣いを感じる。人の誰なの？お友達よ。首、折れているでしょ？あなたが死なせてしまう未来よ。どうしてさっき一人にしたの？せっかく会えたのに。この人、あなたを傷つけたって気に病んで。そんな！打ちひしがれる私の前に、小さな女の子の足音が聞こえてきた。見上げると、目の前に赤い服の女の子が立っていた。どうしても助けたい？お友達。あなたは、
何者なの？この世界の運命を滑る者。何を言っているのかわからない。だけど、さっきから私にアドバイスをくれようとしている。校舎の至るところにいる幽霊とは雰囲気が違う。この子、味方なのかな？助けたいよ！お願い！方法があるなら教えて！もう一度、思い出すチャンスをあげる。よーく考えて。今見たのは、魂の通過する未来であり、過去の出来事。あなたは、この時間軸を通過するのは初めてではないの。感じて、そんなことありえない。普通は、理解できない話だった。でも、私は無言でうなずいた。断片的だったけれど、圧倒的な存在感で、一度目のビジョンが見えていた。ずっと感じてた既視感は、私の脳が作り出した、夢や妄想じゃなかったんだ。だったら、絶望のトリガーはもう見えているはず。抗ってみなさい。死の運命に。気がつくと、私は校舎の3階にいた。いつの間にここに来たのか、いつからここにいたのか、私の体の周りには、やはりまた、私の股から流れ出たものだ。陰鬱な気持ちが広がっていく。けど、今はそれどころじゃない。聖子を。私はまた、あの子を一人にしてしまったんだ。まだ、用務員室にいるかな？この音、トイレの中から聞こ、乱暴な音に緊張しながら、そっとトイレの中を覗いてみた。しんと張り詰めた空気の女子トイレの中。人の気配は全くしないけれど、奥から三つ目の扉が今動いたような気がする。落ち着け、ナオミ。落ち着け。そう。私は恐ろしいことに気づいていた。ずっと感じていた違和感。私は、この先の成り行きを、未来の出来事を、記憶している。こうなる前に止めなきゃいけなかった、あの未来。私の記憶に焼き付いている、あのイメージは。現実！聖子！生きてるのね！今助けるから！うっすらと悪い未来が見える。ここで間違っちゃいけない。待ってて！今お、何かないの？高い位置に体がある聖子を助けられるもの！何か、痛い。待ってて、すぐ何か台を持って。私は表の廊下にあったバケツを取りに、あれを台にして上に乗れば、私の背でも聖子の首に手が届くはず。バケツの中には、何のものかもわからないような腐った肉片と、たくさん湧いたウジ虫がびっしょ。だけど嫌がっている場合じゃない。急がないと聖子が。私は驚くほど躊躇なくそのバケツを持ち上げた。中の汚物を廊下にばらまくと、汚いバケツを胸に抱えて聖子の元へと駆け出した。絶対助けるから、絶対。
裏返したバケツに両足を乗せると聖子の首元に楽々と手が届いた。これなら大丈夫、今助けてあげるからね。聖子の肩に手をかけてロープの結び目を探ろうとした次の瞬間、腐っていたバケツの底が抜け、落下した私の体重が聖子の首に負担をかけ、細い、嘘でしょ、やだ聖子。聖子の首は変な風に曲がっていた。全身の力が抜け、だらりとした手足が吊られた体と一緒にゆらゆらと回転している。やだやだ、手の中から今の瞬間の感触が消えない。聖子の首を折った、私が殺した。頭を抱えてしゃがみ込む。心で否定しても頭の中では分かっていた。これはうっすらと感じていた。さ、だけど変えることはできたはずなのに。私の中で恐怖と絶望と怒りのような感情が渦巻いて止まらない。止められなかった、なんてこと。私はまた同じことを繰り返してしまったんだ。何かないの？高い位置に体がある聖子を助けられるもの、何か。ない。見える。ダメ、あのバケツ穴が開くわ。聖子の何か違う方法、まず首を守ってあげなきゃ。半ば意識を失いながら聖子は必死に体をバタバタさせてもがいている。それは性にしがみつこうとする意識を超えた体の反射。空をかく手足の動きに吊り下がった体はくるくる回りながら、聖子の命は懸命に生きたがっているんだ。絶対助けるから、今度こそ助けるから。大丈夫、未来が見えるんだもの。今度は運命が味方してくれているんだもの。とにかく吊られている聖子の体を浮かせて首を楽にしてあげようとした。苦しくて暴れる聖子の足が私の顎を蹴り飛ばした。よろけた私は床に尻餅をついてしまった。聖子、苦しいんだ、急がなきゃ。聖子、聖子の首が変な風に曲がっていた。全身の力が抜け、だらりとした手足が吊られた体と一緒にゆらゆらと回転している。嘘でしょ、やだ聖子。間に合わなかった。心で否定しても頭の中では分かっていた。これはもともとたどり着く予定だった定められた運命だけど、変えることはできたはずなのに。私の中で恐怖と絶望と
怒りのような感情が渦巻いて止まらない。分かってたのに、分かってたのに止められなかった。なんてこと。私はまた同じことを繰り返してしまったのか。聖子、やだ。一人にしないで。冷たい静寂が私の体を包み込む。私以外の命の消滅。どんなに叫んでも聖子は返事をしてくれなかった。何かないの？高い位置に体がある聖子を助けられるもの。何か見える。何か半ば意識を打つ。それは空を描く手。絶対助ける。大丈夫、未来が見えるんだもの。今度は運命が味方してくれているんだもの。これもダメ、体を引っ張って余計に首を絞めてしまう。未来が見える。浮かせてあげなきゃ。私は聖子の下に体をかがませると、暴れる聖子の両足を無我夢中で押さえ込んで両肩に乗せた。腰に力を入れて聖子の体を持ち上げる。首と天井の支柱をピンとつないでいたロープが緩むと、聖子の上半身は力なく個室の奥に倒れ込む。私は慌てて前に出て聖子の上半身を奥の壁に押し付けてもたれさせた。聖子、しっかりして、息をして。息して、息して。今ロープほどいてあげるからね。全身の毛が逆立つ。私は運命に手を突っ込んだんだ。聖子の死を阻止できたんだ。新しい世界に今入り込んだのを体中で感じていた。不思議だった。私の既視感、最悪の未来の記憶はこの先どうなったのかを、またこの子の死だけを強く記憶していたようだった。暴れるのをやめ、ぐったりとうなだれた聖子の首に手を伸ばして、首に食い込んでいたロープの結び目を手探りでほどいた。ほどけたロープを首から剥がすと、メリメリと音がした。信じられないぐらい強く首に食い込んでいたのがわかる。悔しくてたまらない。今朝まであんなに楽しそうに笑っていたこの子が、私のこと気遣ってくれる優しい。どうしてこんなひどい目に遭わなきゃいけないのだろう。だけど今私と聖子は死の運命を乗り越えた。もう怖くない。二人いれば大丈夫だ。私は目の前で呼吸をしている聖子の顔を見て涙が止まらなかった。聖子、バカ、なんで首なんかつるの。もう聖
子の体に頭を乗せる。暖かい。もう離さない。この子を連れて行かせやしない。もう大丈夫。もう大丈夫だから。ごめんね、聖子。もう一人にしないから。わかる？見える？私だよ、ナオミ。どうしたの？私だよ。聖子の様子がおかしい。まるで恐ろしいものに再会したような、心の底から怯えきった表情で、足をふらつかせながら立ち上がり、後ずさっていく。聖子？なんで？どうして？意味がわからない。錯乱しているのかな。とにかく追いつかないと。待ってよ！どうしたの？私だよ、ナオミ！聖子の後を追って駆け出す。廊下の隅から階段へ入ろうとした。その時。聖！ちょっと。通り過ぎた運命はファクトになって固定されているんだよ。わかるかな？この学校で定まってしまった死の運命を変えることはできないの。それは一度目よりも二度目よりもひどい死に様かもしれない。って分かってるくせに。あなた一回目じゃないんだよね。これからたっぷりと味わうといいわ。お友達の新しい凄惨な死に様を。私が余計なことをしたせいで、聖子は首を吊るよりもっとひどい姿になってしまった。私のせいで聖子の方に私の涙がポトポトと落ちる。額に、鼻に、口に、目に。けど、聖子は目をつぶらない。焦点の定まらない目で
じっと私を見つめ続けている。聖子、今何を見ているの？どうしてさっき私を見て駆け出したの？どうして怯えるみたいな顔したの？いくら問いかけても聖子は返事をしてくれなかった。何があっても友達だって、ずっと一緒にいようねって。答えてよ、返事してよ、一人にしないでよ。まだ温かみの残る聖子の頭を抱きしめて、無力な私はただ投獄することしかできなかった。何もできない、何も変えられない。張り巡らされた冷たい檻に吸い込まれるように、残酷な嘲笑と私の嗚咽が響き渡る。ここは紛れもなく地獄だった。どうしてこんなひどい目に遭わなきゃいけないの！